ラジオスイートお聞きの皆さん、こんばんは。2022年8月17日水曜日、近江鉄道八日市駅の中、駅中スタジオからミュージックボックスをお送りしてまいります。ミュージックボックスは毎週水曜日夜7時から8時の1時間音楽いっぱいでお送りしている番組です。そして今日第3水曜日は特に滋賀で活躍するミュージシャンにスポットを当ててお送りしています。第3水曜日は私えっちゃんこと松崎悦子と、はい、秀蔵吉田秀蔵でお送りします、はい、秀蔵君先月お休みしちゃったんですけどね、はい、やっぱりいてくれると心強いし、そうですか、なんかスタジオがホッとします、でもねおかげでね、はい、先月秀蔵君いないからね、はい、一人ではちょっと怖いのでってもう無理やり頼んで岡田さんに来ていただきましたのよ。生岡田さん登場でした。だからまあ秀蔵君休みで寂しかったけども、はい、まあ、ちょっとハッピーエッちゃんでございました、はい、ごめんね。いえいえすみません。はい、そして今日もぜひぜひメッセージを送っていただけたら嬉しいです。放送中でも受け取れますので今からでもどしどし送ってきてください。ちょっとテーマを考えてて、はい、今日のテーマは雷が怖い人か怖くない人かを聞きたいと思います。それを必ず入れてください、で怖いっていう人は雷が鳴ったら自分はこうなるんだっていうことを教えてもらったら嬉しいです。はい、ではメールの先を伊手蔵君からお願いします。はい、メール番号は99@siga.tv99@siga.tv までお待ちしております。はい、お待ちしております。秀蔵君なんか元気ないよ。大丈夫？大丈夫です。大丈夫、復活してねはい、それであのメールですけれども、私たちのえっちゃんの Facebook ご存知の方はそちらのメッセージに送っていただいても、番組中も読ませていただけますので、どちらかにぜひ送ってきてください。本当にお帰りありがとうございますさてさて、じゃあお盆、はい、どうでしたですか。どんなお盆を過ごしてました？お盆はですね、うん、普通なんですが、普通、はい、まあ休みという休みはありませんので、はい、一人で、うん、お墓がまあ福井県にありますので、はい、に手を合わせに行きました。あ、今でもほら福井の方高速道路が、そうですよ、敦賀から、そう、ほんで降りらないといけないからね、降ろされて、降ろされてね、はい、武雄までダメなのね。そうだ、下りはね。そうです。あのこっちに戻ってくるときはセーフです。セーフです。うん、あ、そっか、大変でしたね。うん、うん、よかった、すごいな、ちゃんと墓参りするんですね。私も本当にダメダメ人間なのでねお盆に墓参り行ってないですよね。まあ、お仏壇はね、うん、ちゃんとしたりしてたんですけどね、ごめんなさいそれでやっぱお盆って言うとね、なんか私は終戦記念日とかね、そっち系の方が強いかな、うんうん、で なんかあのお盆まずお迎えするじゃないですか、はい、霊をね。で昨日か16日に送るっていう、うん、そういう風習ですよね、はい、多分そうですよね、はい、うん、なんかそれは分かるんだけど、その迎えるっていうのはあまりピンとこなくって、うんうん、いつもいるんじゃないのって思ってて、そこら辺に、うんうん、家の中に。だから送るというか、あ、そろそろ帰るんだろうなっていう16日の方がなんかちょっと私はキュンとして、うんうん、なんかバイバイって感じなので、いつもどっかのお寺に行ったりとかするんですけどね、うん、今年はあれですよね、京都の五山の送り火が、はい、3年ぶり、はい、他になんか制限なしで、うん、こう全部灯ったってことで、昨日すごいニュースなんて言ったり、みんながフェイスブックでいっぱい写真送ってくれるから、なんか見せていただいて気になりましたね。そんな久しぶりなんやと思いました。見たことありますか、五山の送り火？ないんです。ないんですか。で昨日ちょっとたまたま、うん、まあそれ仕事ですけども、宝が行け、宝が行け、あ、見えますよね、船形の方が見えますよね、うん、
雨がね、見えたんじゃない？いや雨が雷と通る前すごかったんでしょ、はあ、もうえげつなかったんで、うん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 、でまあその後、まあ、降ったりやんだりでしたけどね、うん、なんやかんやでも結局どこに何があるのかも分からず、ね、ああそっかそっかでしたね。でもまああの辺だったら船形が見えますよね、うん、でその五山の送り火って知ってるようで知らないでしょ、はい、五山の送り火っていうぐらいから5つの山に5つの文字が灯ってるって聞きしません？で文字って知ってるよね、大文字、大っていう字、はい、で妙法っていうよね、うん、で次船形、あと左大文字と鳥居形、これが5つなんですよ、うん、でも実際にはね、妙法っていうのは妙っていう字と法っていう字が別々の山で燃えてるの、うん、だから山でいうと6つの山に灯ってるんです、うん、実はね。で文字としては5つってことですね、うん、でそれが、まあ、東島の方からね、銀閣寺の辺にあるのが一番大きい大文字、うん、で順番に次が妙和の字のとこ、法の字のとこで船形、左大文字、鳥居形とね、8時から5分ずつ遅れて点灯していくの、うん、で妙と法だけは同時に点灯する、だから妙法って言われてるんですよ。私妙法見たことないんですよ。それ以外はまあちらっと見たことあるかなぐらいで、うん、来年ももしあるんだったらきっと16日は見に行こうかなって思いました、うん、ね、ぜひ行きましょうよ。そうですね、いいと思います。お盆に恩返されを送る行事らしいです。うん、うん、どっちかというと妙、まあ、なんだろうな、鎌倉の後ぐらいらしいから、日蓮の影響を受けてて、なんか日蓮宗にガーってみんな入ったらしい、この頃ね、町中が、うん、それで妙っていう字がついてるらしいですよ。 でもあんまり定かじゃないんですって、いつから始まったとか。んであれって薪とか燃やしてるわけでしょ、うん、もちろんね、木を組んで燃やしてるわけじゃないですか。でそれ運んで あげなあかんでしょ。ああそうですね。どれぐらいの人が頑張って関わってくださってると思う？そうですよね、何人ぐらいがかかって。あれですね、ヘリでね。ヘリ使わない全部人力、ヘリですね。徒歩で登るのよ。なかなか、車もないよ。ヘリですね。どこですか？その火を燃やすのにね。ああ、あれ知らないです。材料持ち上げるのヘリですよね。ヘリ使わないのよね、実は。いやー、まあああいうトロッコとかねみんなね人力でやってるんですよ。あ、そうなんですか。うん、でその一番大きいね、銀閣寺の後ろで燃えてるあの大文字、大ね、一番大きい大、はい、それをやるだけでね、1000人の人が山に登ってる、うん、がこう運んだり並べたり、ボランティアさんとか消防団の人とかがやってくださってるんですって。一つだけで1000人ぐらい、ものすごい人がね関わってくださってるそうですよ。うんね、ありがたい話です。大丈夫かな、なんか秀蔵君のとのんびりするな。あの先月の岡田さんの時はちょっとこうほらこう上がテンション高くなってるというかねちょっとこうキャピキャピしてたから、あのパッ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 喋ってたような気がします。秀蔵君のペースはやっぱりいいですね、うん、で私は昨日ね、日野にある正明寺さんっていうとこ行ったんですけど、正明寺さん、あのなんていう、灯籠はずっと並んでるので有名なっていうのをあるところでちらっと見たので探して行ってきました。いいお寺でした、立派なね。で灯籠がダーッと並んでて、私写真撮るの下手だから、あれあの天の声さんみたいに上手に撮影する人がいたらすごいいい絵が撮れると思います。はい、いいお寺でした。また昼間も行ってみたいです。聖徳太子さんのゆかりのお寺なんだって。ということでね、1曲目なんですけどね、やっぱりそのね、亡くなられた方とか戦争で亡くなられた方とか、うん、皆さんにこうね、何だろう、うん、ゆっくり安らかに眠ってくださいとか、私たちは幸せでいれます、ありがとうございますみたいなのをね、なんかついつい言っちゃうよね、この時期ね。でそんなような、戦場の話みたいなことを宮原さんが曲作っとかれるんですね。まあ
宮原さん見えてね、オリジナル曲はめっちゃ暗い。私の性格に輪かけたぐらい暗い曲しか作られないんですよ。でその中でぴったりないい曲があるので、今日の1曲目はこのお盆にちなんで、そちらを選曲させていただきましたので、今日の1曲目はそちらから聴いていただきたいと思います。はい、宮原春彦さんで望みなき光の中を。朝は新しき光を生み、冷え切った人々を呼ぶ。目覚めた我らが前に、群がる8万の兵士。我が民の心は怒りと絶望に満ち、正気のない戦いへ我を信じて向かう。我が民の中には馬と剣の春の実で、一人として兵士はなく、なれど今立ち上がらざれば、我らが生きた証はなし。守れこの大地を、我が問い続け、息を呑み、大地のうねりを待つ。一陣の風を捉えて、たてがみ流し走れ。明日の光を見るは固く我に続く、勇士の姿も赤きに染まる。母なる大地に幻のごとく消え去る。
ヒデゾンのコーナー、ありがとうございます。コーナーって言いたかったけど、すいません。はい、じゃあ1ヶ月飛ばしましたが、はい、今日はヒデゾンのコーナー行きたいと思いますが、はい、楽屋トークでお話ししましたように、はい、ノーアイデアです。はいですので、まあ、ぼちぼちと、そうですね、ヒデゾンさんに質問を投げかけたいと思うんですけど、はい、今日のね、メール送ってくださる方にテーマを言ってたの、雷が怖いか怖くないかっていう質問なんですけど、これ私の中ではもうすっごい大きなことで、うん、雷が怖い人か怖くない人かっていうの、ヒデゾンさんはどちらですか。まあ怖いですけど、そんなに怖くないですよね。結構ほったらかしにしてますね。まあ、例えば家の中にいたら別に外でガーってゴロゴロってなってても、とか思わない。もうなってるなって。それは怖くない人の部類に入りますねなるほど。ちなみに天の声さんはどうですか。僕もそうです。家にいてたら別にその心臓止まるほど怖くない、うん、まあ、ただ心配しますよね、停電とか、うん、あ、そっちを心配、近くに落ちたので外にいるときはやっぱ怖いですわ。あ、車の中は大丈夫ですけど、例えばこう道歩いてるときとか、うんうんうん、もうできるだけ早く家に帰るのか、なんか出て建物の中とか、あ、まあ、それは普通ですね、はい、めちゃくちゃ普通ですね。もう平気でなんか傘差して自転車乗ってる人とかいるじゃないですか昔はね、結構僕も大丈夫だったけど、やっぱ落ちる可能性ありますからね。ありますよ、そんなん絶対ありますよ。そっか、私はもうありえへんぐらい怖いので、子供の時に家の中に入ってくると親に教えられて、できるだけ窓から壁から離れろって教えられたので、雷になったらできるだけ家の中心に位置して、でもちろん窓は閉め切って、カーテンも閉め切って、コンセントとかからはできるだけ離れて、もちろん電気的なものは持たない。じゃあ車の中いる時も怖いんですか。もう車の中いる時には落ちないって分かってるけど、もう死ぬほど怖いです。だからもう無理ですね、運転は無理なので、もうどっかに止めてうーって感じめっちゃ怖いんですよ。だから雷怖い、あ、まあ別に大丈夫やでっていう人がいるといいなと思って、そういうアルバイトさんやっとおうかと思う。雷鳴ってる間家にいてくださいっていう。あうん、でもすぐ来てもらわなあかんからな、鳴り出したら。そうですよね、近場の人と契約しとかなあかんな。小学生でもいいんですよ別に。あ、誰かがいたらいいですね。いてほしい。あ、キャーとか言っててもね、一人で言っててもなんか寂しいから、うん、そっか、いいですね。はい、じゃあヒデゾウ君からなんか聞いたことない？ 1 ヶ月空いたらいっぱい溜まってるんじゃない？話題が話題ねえ、どういいの？まるまる1ヶ月空いて出会ってるんですよ、天の声さんにも。まあだから、まあ心配事はありますよねありますよね例えば何？やっぱりこの毎日ね、はい、雷、雨、これは心配ですよね。世界が心配？そう、うん、もう終わってんやなみたいなね。本当に終わってんのかなっていう、ね、なんかあんのかなとはなんかありそうですよね。ね、そういった、まあそこで何かできないかなみたいなこととかね、僕の力で。おお、考えてるんだ。
やりましょうよ。何を助けてください地球を。そうですよ、だからテーマですよね。どうしたらいいんやろうね。うーん、祈るしかないじゃないの。あ、そうですよね、みんなで祈る。それぐらいしかできないんですけどね。本当にね、慣れてきますけどね、あんまり変なのがずっと続いてるから、うん、慣れてもあかんね、うん、てか今までがあまりにも平穏すぎたんじゃないんですかね、うん、そっか、うん、なんか急激やからね、うん、ついていけないね。こんなこと起こるのかみたいなことが朝起きたらいきなり起こってますもんね、今はね。ガンガン、だからそう、これはありがとうとかありがたいことやとかね、これ考え直さなあかんね。ヒデゾー君いたらもうって思ってるけど、いい品買ったらやっぱヒデゾー君いい品買ったらって思うから、なくなってこそ初めて思うのよね。いいこと言うね、さすがお盆。まああとは体が悪かったでしょ。あ、そっかそっか、ね、しばらく、ね、ちょっと具合悪くて休みましたからね。でやはり食べご飯が食べれなかったんですよ、うん、でやっぱり食べれるようになると、うん、美味しいなと、ね、ありがたさが分かる。そう、何やろ ね、人間ってすぐ分かるのにまたすぐ忘れるやん。もう治ったんですけど、今度ねこの喉の横に口内炎ができたの。ほんしたら今度もっと食べれるようになったんですよ、痛くて。あ、はい、こう病院行こうかないうぐらい食べれなかったんですよ、うん、ほんでもう喉の奥にね薬を自分で塗って何日間かね、んでまあ水はまあ飲めるんですけど、やっぱこう物が口も赤いんですよ、痛くて、うん、だからしばらく、まあ、それもまたね体重がいい感じにこう減ったの。減った、よかったんですけど。何や、よかったね。何や。ただでもまあそれが終わって食べれるっていうことがまたさらにこう、うん、あの太ったとか言ってる場合じゃないよ。そうです ね、美味しくいただいて太ったらありがとうですよ、うんうん、うん、本当にね、なんか悟りのコーナーみたいになってるやん。はい、じゃあヒデゾー君の今日の一曲を聴きましょう。はい、それでは聴いてください、ヒデゾーで無題。声に聞こえる。
それでも鳥であり続けていることを忘れないで。スポンサーからのお知らせです。小林事務機株式会社、大正13年に小林紙店として創業。戦後事務用品等の販売を経て、オフィス印刷機リソグラフをはじめ、リコピーから事務機器パソコンなど OA 機器に至るまで情報伝達を使命とする総合事務機会社に成長。現在は理想カラープリンターオルフィスの滋賀県代理店となる。いち早く環境対応商品を取り揃えるなど、
環境活動を経て ISO 14001 認証を取得。合わせてありがとうと散歩よし系を実践。昨年度は滋賀 CSR 経営大賞奨励賞を受賞。お客様のお困りごと解決に取り組むソリューション提案を重視した営業活動を展開。東近江を本社とし、草津営業所、彦根営業所を開設。滋賀県全域に販売網を広げています。本社は東近江市幸町2番28号妖怪地南高校前にあります。電話番号は074823-2233 074823-2233 です。以上、スポンサーからのお知らせでした。はい、それでは後半よろしくお願いします。お願いします、はい、今日はなんか悟りの境地みたいな、ちょっとしっぽりしますよね1曲目が宮原さんのあまりにも暗い曲が始まってしまってからなんかあかんかちょっとあの明るくいきましょうね、はいはい、雨ですけどね、はい、雨もありがたいのよ、考えようによってはね、うんはい、じゃあこの後もちょっと、お知らせなどを挟んでいきたいと思いますが、はい、じゃあちょっと元気出させてもらうためにライダーマンさんのメールをしてもらおうかここでちょっとパッと笑いをね、うんはい、みんなで楽しい時間を、作りたいと思います、はい、ライダーマンさん読ませていただきます。いつも楽しく聞かせていただいています。ところで再度コロナ感染が拡大していますが、このような状況を明るく前向きに吹き飛ばしてくれる歌手は次のうち誰でしょうか。お答えください。1つ目世界の終わり、2つ目キングガン、3つ目湘南の風、4つ目オフィシャルダン、杉江イズム、アニバーサリー、正直でございます。以上、よろしくお願いします。ちょっと静雄くんくすってしてるけど、受けた？秀雄くん受け。難しい、難しいわこれ。私今回ね、ここのとこちょっと連チャンで、回答する人の順番をミスってて、それが面白くないっていう結果生んでるってことをもう重々気づいてまして、はい、深く反省しております。はい、今日は3人なので、はい、1人目が大事だね、余計、うん、ね、ね、うん、で、ちょっとじゃんけんしようかもうなんか怖い、怖いわ。ちょっとじゃんけんします。ラジオって見えてないと思いますけど、ちょっと待ってくださいね。最初はグーでお願いします。せーの、最初はグー、じゃんけん、はい。おー、じゃあ天の声さんが、あ、勝った順に言うもんかな、負けた順かな。勝ったもんが決めるんじゃないですか。あ、そうしましょう、はい、じゃあひどくなったあいこでしたのでもう一回します。はい、最初はグーじゃんけん、はい。あ、じゃあ私が勝ちました。私が勝ったので負けた順でお願いしますじゃあ僕から。はい、天の声さんからお願いします。うん、これはありがたい話ですよね。そうですかあ、またミスりましたか私あれ、いやいや、もう分かんなくなってきた。いや、実はですね、これね、はい、あんまり分かんないんですよ。分かんないんですか。はい、あ、もう噛んでいくしかないですよね。あ、どれも知らないってことですか。そうなんですよね、吹き飛ばしてくれる歌手。私もキングガンは分かんないけど、湘南の風ご存知ですよね。湘南の風だけは分かります。あ、世界の終わりご存知ないですか。分かんないです。めっちゃ有名ですよ。そうなんですか。はい、世界の終わりっていう、世界はっていう世界が終わるのに人気なんですか。うん、最近そういう名前も多いじゃないですか。なんか、なるほど、うん、で略してみんなセカオワって言わはるんですよ。セカオワって言うんです。はい、ついていけてない若いグループです。グループというか、まあ、ユニットでいい歌歌われますよ。オフィシャルダンっていうのもあるんですか分かんないな。これは分かんない。分かんないです。でも杉江イズムなんですね。杉江イズムまで来ましたね、ついに。杉江イズムですよ、ついに世界作ってきましたね。僕今ちょっとね、ネットで調べたんですよ。
イズム、イズム、はい、主義、お説。だからすげえ主義ほんでなおかつオフィシャルでしょ。オフィシャルで、なんでアニバーサリーなん何の記念なん何の記念なんもう最上級になってますね、杉谷さんが。すげえイズムしかないですね、ここまで言われたらね。ちょっとね、聞きたい、すげえイズムは何なのか。ほんで私は何の記念なのかも聞きたい何のアニバーサリーなのかが気になるな。じゃあ天の声さんはもうすげえイズムしかないですね。すげえイズムですか。はい、じゃあ杉谷さんに一票入りました。どうぞ。伊藤蔵さんです。伊藤蔵さん知ってますか、セカオは。セカオはギリギリ知ってます。ギリギリ知ってる。いや、迷いましたね。迷った、はい、はいはい、やっぱり、うん、セカオはバンド名がいいじゃないですか。いいですよね。かっこいいし、かっこいいですよね、うん、だから迷いましたね、うん、でもやっぱり今回はそのはいやっぱりそのすげえさんですね。おっとやっぱりミスりましたね。やっぱりミスりましたね。二番目は私がいかなあかんかったなあ。じゃあもうこの最上級の褒め言葉が羅列されているオフィシャルダンスギエイズムアニバーサリーさんまでよろしいですか。はい、すごいですね。じゃあスギエさん2票入りました、はい、ということは私が選ぶまでもなくスギエさんの優勝です。ちなみにどれを選ぼうと。スギエさんです今回のネーミングはナイスでございます、はい、なんとスギエイズムまで来て、なんでアニバーサリーか分からんけどでアニバーサリー正直なんですよね。うんでしょ。ダンスギエイズムでしょ。でそこで点がついてますからね、まあ、でそういうことアニバーサリー正直さんなんですよ。オフィシャルダンスギエイズムなんですか。そうですそうですそうです。そこまでが一つですね。でアニバーサリー正直さん、ほう、何の記念なんだろう正直さんは。不思議やな。ということじゃあ満場一致ですね。縁起、はい、いいじゃないですか。久しぶりに杉江さんぶっ飛ばしてくれました。ありがとうございます来月からも。もう人選が難しいよね。やっぱ4人いなあかんな3人難しいなちょっとね伊豆蔵さんがバー呼んでくれると思ったはい、ありがとうございました。またよろしくお願いします。本当にいつもいつも送っていただいてね、感謝の感謝でございます。はい、ありがとうございます。じゃあもうちょっと時間あるんでしょ。じゃあせっかくやしね、今日はちょっと暗いと言われるかもしれませんが、はい、ね、そういう季節なので、はい、まあアニバーサリーなので、はい、その関連の話もうちょっとしましょうよ、はい、井出蔵さん、はい、お盆になったら亡くなった人のことを思い出すじゃないですか、はい、まあ、まだ伊豆蔵さんとか、ね、天の声さんはお父さんとかお母さん元気ですよね。いやいや、もう亡くなってらっしゃる、はい、あ、伊豆蔵さんは、まあ、おります、健在ですね、はい、うん、そのお父さんお母さんと自分って似てるなって思いますか。あ、ここ似てるなって思いますか。どこありますか。なんかだんだん年取っていたら似てるって思うようにならないですか。周りから言われるとか。喋り方は似てます。似てる。早口なところ。おお。それはみんなに言われるんですか。いや自分がそう思うんですか。思います。こう例えばこう録音これなんてね、うん、こう自分が喋ってる声じゃなく、うん、パソコンから聞くじゃないですか。うん、おやじと同じ喋り方やと。声はね。似るって言いますもんね。あんまり僕はもうちょっとね渋い、もうちょっとゆっくり喋ってもっと太い声の方が良かったですけどね。ああそんなんや、でも別に嫌なことじゃないやな、なんか変な癖だけね似たとかもよくあるじゃないですかなんか 寝方が似てるとかさね。けど君なんかありますか、生きてらっしゃるからあれやけど年
私はね、まあ、誰の子供なんだろうっていうぐらい似てない、似てないのと思ってます。向こうも思ってはるわ。なんでこんな生まれたんやろって。あ、ということは秀蔵君と正反対なイメージを浮かべたら、そうですね、はい、と思います。じゃあ、まあ、クソ真面目な感じの、そんなちゃらけたこともおっしゃらないような気もするんですけどね。うん、秀蔵君ちゃらけてないですよ。視点がずれてる。あ、そうかそうか。これは別にちゃらけてるわけじゃないんですな。そうですね。あ、そうですそうです。そうそうそう。生きてる世界が違うからね。うん、そっか。似てるとこ、似てるとこ、次から次からね、年取るとね、見つかる。うん、あ、なんかそっくりなんやと思って。嫌いなとこも似てるし。っていうことで、思いになったらね、思い出して、うん、もうまたそんなことしてると思ってたけど、自分もしてるなと思って笑えるとか、うん、まあ一番似てるのは酒飲みです。あ、それ僕ね、うん、僕、あ、まあ、でもおじいちゃんが酒飲みやったから、おじいちゃんに似てんのかな。そっか。もう兄弟両親は全く飲まなかった、うん、あ、そんなに違うもんなのかな、はい、全くかどうかは飲みませんね。私はもう代々酒飲みですね、うん、でも肝臓強かったら酒飲みになると思うんですけどね。うんうん、思いませんね。大体飲まない人は肝臓、お酒飲めない人がいますね。あ、飲めない人はね、日本人はね、うん、たくさんいますので。私が一番弱いですもん、家族の中で。まあ、よう飲んではりましたね。飲んではる姿ばっかり思い出す。うん、はい、またしっぽりしたやん。せっかく杉江さんが笑わせてくれたのにダメじゃん。実はね、今日ね、最後にかけたかったんやけども、時間がない、ちょっと続けざまにかけさせていただいていい？一つは、東京ベルドクソさんが、はい、なんと20周年を迎えられます。20周年です。で、8月27日に、東ベルの20周年ライブをね、京都のアフタービートで記念ライブされるんですね。んで、それに私にメッセージくださってね、ちょっとそれ読みますね。もう泣きそうになりました。で、失礼なお願い申し訳ないのですが、松崎さんのトークコーナーをお願いできたらと思っています。祝辞みたいな固いものではなく、20年も休止することなく続いたのは、初期の頃松崎さんに取り上げられていただいたからだと思っています。恩人からお言葉いただけることをメンバー一度祈っています。もうこれがさ、宮原さんから来るんやったら分かるけど、東京ベロドクソから来たやつびっくりして、マジかと思って、私何もしたことないし、見に行ってただけなのに、そんなこと思ってくれてたんやと思って、まあ、飛べろ言ってましたけどね。嬉しくってね、ちょっと参加させていただいて、トークコーナーで喋ります。何喋っていいか分からないけど、もうベロベロなんて言ったんで、もうって思ってますので、ちょっとぜひ東兵の曲一曲お急ぎで聴いていただきたいと思います。なんとこれね、意味わからん、地底超人モグーン対プルーン帝国っていう曲です。はい、これちゃんと振りもついてるんですね。ぜひ聴いてください。20周年を祝して、東京ベロドクソの、何やったっけ、長いのよ、地底超人モグン対プルン帝国です。どうぞ。そぼそぼ証し
全身。ドーベロすごいね。これ初期の頃だと思いますよ。自分たちで録音されたやつです。頑張って20周年記念ライブ参加させていただいてはっちゃけていきたいと思います。はい、はい、でもうちょっと時間こんなんなっちゃったんですけど、最後にね、申し訳ないけどもう一回今日も岡田さんの曲をかけたいと思うんですけど、はい、岡田さんね骨折したんだって。うん、足を、うん、で今日手術したはんね。かわいそうに。なんか脚立から落ちたらしい。なら降りたとこになんか硬いものがあってそこを踏んづけちゃった。踏んづけちゃったのでなんか指の根元が折れたらしくって、まあこの辺大きいとこポキッと折れたらね、ギブスしたらくっつくけど、細かいとこがグニュッとなったらしいから手術しないといけないかなんかで今日手術されたと思います。はい、でもコロナなのでお見舞いも受け付けれないということでね、病院行けないのでお見舞いも行ってあげられへんのでね、今日はちょっと天の声さんにお願いしまして、また今日も岡田さんの曲なんて絶対思ってるよね思ってませんか。だから元気出していただきたいので一曲聴いてほしいと思います。で
今日はね、そのお母さんのこととかお父さんのこととか思い出すっていう、そういう一連でやってきてるので、岡田さんが歌ってらっしゃる歌の中でも特にそういうことを歌ってらっしゃる愛の歌っていうのを選んでみました。なんかお母さんが歌を作ってくれたんでしょうね、うん、でその歌を大事に大事に歌い継いでいくよっていうのを切々と歌われる、あの本当にいい曲です。遺族も体悪くなってほんまに大変やから大事にしてね。そうですね、うん、やっぱいないと、手足いないとね、誰か探してくなあかんから本当にもうこう見えて一人だって全然あかんよ。やっぱり一人誰かいてくれないと、いてくれたら一人喋ってられんのけど、うん、元気になってくださいよ。はい、はい、気をつけます。お願いしますね、はい、うん、でまたちょっとそろそろあのあれを作らなあかんので、あの駅のジングルを。そうですね、もう言うばっかりって言われるから、第3水曜日の2人はもうなんか一つぐらい実現しましょうよ。そうですね、うん、本当に構想をやりましょう、はい、私が駅を一覧表と特色を書いて、はい、書き出してるから、はい、1個ずつ作っていきましょう。やりましょう、はい、お願いします、はい、じゃあそれなんていうのかな、あの駅の駅のホームに電車が来るよお知らせチャイムミュージックかな。いや、あれ確か何かありましたね。何かいう名前ついてますよね、うん、ちょっと忘れちゃいました、うん、それのサイトあるもん。うん、ほんまに作ろうな。はいはい、はい、じゃあ今日最後に、骨折して多分今日は手術後で痛い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 、かわいそうな岡田さんに早く元気になっていただきたいとね、愛を込めて最後に岡田さんの曲をかけてさようならしたいと思います。今日どうもありがとうございました。来月もきっとまた聴いてくださいね、はい、じゃあ最後は岡田和弘さんで、愛の歌です。切に歌っていこう。
いい